自分の考えとは違う考えを持つ子たちがたくさんいて、こういう切り口で考えるんだとか、自分が考えたことのない考え方で物事を考えているのですごいなっていうふうに毎回なんか刺激を受けます。まあ、向こうの学生の、ね、同年代の子どもたちがそういう考えを持っていて授業を受けるんであれば、当然そこに一緒に学びに行く、まあ、留学生として持っていた方が安心して僕らも送り出せるっていうのがありますんで。Hello everyone! 留学パパです。はい、今回の動画は高校留学準備のためのとっても重要なご案内になります。皆さんはクリティカルシンキングという言葉を知ってますか？日本語では批判的思考と訳されることがあるんですけれども、なんかこうピンときませんよね。簡単に言うと、世の中の様々な人や物事について一方的な見方ではなくて、いろんな角度から考えてそれを他人にも分かるように表現する力のことです。皆さんは高校留学準備というと英語力アップを一番に思い浮かべると思います。もちろん海外での生活において英語って大事ですよね。でも今回は英語の話ではありません。英語じゃないんだったらそれほど重要じゃないのかなって感じる人もいると思うんですけども、そうではないんですね。過去の動画でも何度もお伝えしていますけれども、英語って単なる言葉でありコミュニケーションの手段ですよね。誤解を恐れずに言うと、海外生活では英語なんてできて当たり前なんです。それはそうですよね。日本にいたら日本語ができるのは当たり前のことですし、その言葉を使って学んだり日常生活したりします。留学の目標としては英語力を今よりも上達させるっていうことはあると思うんですけれども、それってよくよく考えてみると留学の本来の目的っていうよりは結果ですよね。皆さんは海外の教育を受けようと考えている人たちだと思います。海外の教育で最も重点が置かれているのは何かというと、一人一人の考える力、物事や他者の考えを理解する力と、自分の考えをどう相手に伝えるかっていう表現力です。考えたり表現するためには英語力って必要なんじゃないのって思った人もいると思います。もちろんその通りです。だから英語については日本にいる時から相当頑張っておいた方がいいです。でも今回留学パパが皆さんにお知らせしたい講座はクリティカルシンキングという、海外の教育では当たり前のように取り入れられている思考方法について学ぶものになります。大げさに言いますけれども、日本では唯一留学パパだけが企画している中高生向けの特別な講座なんですね。皆さんは学校に通っていると思いますけれども、学校って何のために行くんですか？学校が子どもたちや社会に与える影響って何だと思いますか？なぜそう思いますか？もし皆さんが文部科学大臣だとしたら、どんな学校や教育制度を作りますか？こんな質問を投げかけられたとしたら、皆さんはどう答えるでしょうか？考えたこともないし、いきなり意見を求められても困りますよね。それもそのはずです。海外の教育は正解のない問いが本当に多いんです。残念ながら今の日本の学校教育では一つの正解を答えさせて評価することに重きが置かれているので、クリティカルシンキングを学ぶっていうのはよくて大学を行ってから、場合によっては学生時代には全く学ぶ機会がないっていう人も多いんですね。だからとっても難しいんです。ただこれから高校留学をする皆さんにとっては、これは他人事ではなくて必ず訪れる現実です。何の準備もなく渡航するとどうなると思いますか？日本語でも考えたことない内容や質問がどんどん出てくるのが現地の学校です。英語を使いこなすことと思考力があること、表現力があるっていうことは全く別問題なんですね。まあ100歩譲って英語であれば皆さん一人でもね学べると思います。しかし思考力を鍛えるっていうのはおそらく自分だけだと難しいんじゃないかなっていうふうに思います。なぜならこの内容は学校や塾の先生も教えてくれませんし、当然ですが教科書もありません。留学パパがクリティカルシンキング講座を作ろうと思った理由はここにあります。
僕自身アメリカの大学を卒業しているのと、クリティカルシンキングについては社会人になってからもずっと研究してきたので、それを体系的に学べるようにしています。そして今回皆さんにご案内するのは、9月から開講する次のクリティカルシンキング講座について新入生を募集しますという話なんですね。毎月1回120分の講座になるんですけれども、その詳細についてはここでお伝えしていくと、もうさらにね長くなってしまうので、興味がありますと手を挙げてくれた人に直接ご案内したいと思います。受講期間や費用などを含めた内容になるんですけれども、メッセージをもらったからといって参加確定ではありません。資料を見てもらって、これなら参加したいという人のみ改めて正規申し込みをしていただけたらと思います。そして留学前の人はもちろんなんですけれども、留学中の人でも参加できるようになってますので、 LINE アットから気軽にお問い合わせくださいね。最後に、これまでクリティカルシンキング講座に参加してくれた人と親御さんの中から何名かご感想やコメントをいただいてますので、ご紹介したいと思います。日本では本名前も聞いたことがなくて、しかもでも海外では本当に大切にされているっていうことを聞いて、これを学ばなかったら海外では大丈夫なのかなっていう不安から始まって、まあ向こうの学生のね、同年代の子どもたちがそういう考えを持っていて授業を受けるんであれば、当然そこに一緒に学びに行く、まあ、留学生として持っていた方が安心して僕らも送り出せるっていうのがありますんで、現地に行くまでの間にこの思考力の土台っていうものを作って、現地でスキルアップできたらいいなと思ってこの講座を受講しました。何人かの方と一緒に受けて意見の交換をしている様子がとても楽しそうで、いいなと思いました。自分の考えとは違う考えを持つ子たちがたくさんいて、こういう切り口で考えるんだとか、自分が考えたことのない考え方で物事を考えているので、すごいなっていうふうに毎回なんか刺激を受けます。大人の私にも仕事をする上で、仕事をする上でというより生きていく上で必要なスキルだなっていうことを感じました。なんて言うんだろう、こう一つのものに対してたくさん自分で調べてまとめてみるっていうのが、私自身クリティカルシンキングの授業で初めてやったのですごく面白かったし、相手に自分の考えだったり意見を伝えるときに必ず自分自身の頭の中を整理したり分析したりして筋道を立てて物事を考える、自分自身が毎回、アーカイブを見ることで、勉強させてもらって、本当に親子ともども学べる講座だと思っています。